月日の3問に入ります賃借人が賃料を支払わない場合賃貸人は賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類を売却しその代金から優先的に弁済を受けられるマルカバスかという問題です。 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいえ答えは丸ですねそもそも先取り特権は薬場担保物件ではなくて法定担保物件だということは昨日の解説でもお伝えした内容ですそのため債務者の債務不履行があった場合当然に先取り特権が発生して、まあ、いつでも先取り特権を行使できるこれも昨日の動画でお伝えした内容ですね で、まあ、今回の問題で言うと、先取り特権は物上代性があるんだっていうところがポイントになってきてるんです。これどういうことかというと、今回賃借人は賃料を払わなかったと。そのことによって、賃借人所有の家具類に先取り特権が、まあ、付着するんですね。先取り特権が付いてきます。その結果、賃貸人はこの家具類を 売却することができるんですね。これは先取り特権っていう権利に基づいてこれを売却して、で、売却した代金から未払いの賃料などを回収すると。まあ、それが代金から優先的に、代金というのはこの家具類を売却した代金ですね。売れたお金ということです。ここから優先的に弁済を受けることができると、まあ、いうことです。なので、先取り特権がついたものを売却して、その代金からお金を回収することができるということなんですね。 でこの物上大制っていうのは、抵等権にもあった内容ですね。抵等権も同じように物上大制があります。つまり、例えば不動産に抵等権がつけられたと。で、お金返してくれないっていうのであれば、その不動産を売却して、その売却代金からお金を回収する。これできたわけですね。一方で、留置権には、この物上大制ってないんですよ。つまり、留置権っていう権利を持っていたとしても、それに基づいて、留置したものを売却するっていう、そこまでの権利はないということなんですね。 まあこの辺は対比してちゃんと頭に入れておきましょう。で、問いにですね、宅建業者 A は宅建業者でない B に、A 所有の完成宅地を1200万円で売却するえ契約を締結した、手付金として200万円を受領する場合、A はいつまでにいくら保全措置を講じないといけないか。まあ、これ、今回、記述式になっておりますけれども、まあ、これもね、あの記述式で出題されません。ただ、これぐらいはちゃんと答えれるようにしておきましょう。 で答えは、手付金を受領するまでに200万円を保全しなければならない。で本誌は発祝制の一つである手付金等保全措置のルールなんですね。手付金等保全措置では対象となるのは手付金や中間金など引き渡しをするまでに受領するお金すべてが対象になってきます。つまり、まあ、中間金受け取るっていうのであれば、中間金も保全措置の対象だよということですね。 で今回、完成宅地って問題文に書いてあったんですけども、これは完成物件ですね。造成工事が終わった宅地、土地のことなので、完成物件ですで。完成物件の場合、代金の10%、えもしくは1000万円を超えて受領する場合、受領前に保全をしなければなりません。で今回10、10%ということは、1200万円の完成宅地なので、1200万円の10%って120万円ですよね。 だから120万円を超えて受領する場合は、受領するまでに手付金を保全しなければならないんですね。つまり今回200万円の手付金受領するわけなので、これを受領する前に200万円を保全しなければならないということになります。ちなみに完成物件の保全措置の方法なんですけども、保証委託契約、保証保険契約、指定保管機関による保管のいずれか、この3つのいずれかですね。 この保全措置の方法も合わせて頭に入れておきましょうでさらにえ本文で重要なことっていうのは手付金等の保全措置と手付金額の制限のつながりなんですねちょっとここまでえ解説すると話長くなりますのでえこの点については個別指導で解説していきますしっかり考え方を頭に入れていきましょうそれでは問い3に入ります準都市計画区域は都市計画区域内の区域のうち相当数の住居その他の建築物の建築 またはその敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を制御し、環境を保全する措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発、および保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域をいう、○か×かという問題です。で 書かれている内容は非常にわかりづらい内容なんですけども、この問題を解くってなってくると、この部分でもう解けちゃうんですね。そもそも、準都市計画区域は都市計画区域外で定めることができるんですね。都市計画区域内に定めることはできません。よって誤りだということなんですね。えその他の点は正しい文章になっています。 まあ今回のように難しい文章に見えるけれども実はこういったポイントだけ押さえておけば解ける問題ってたくさんあるんですねだからしっかり読むってことはすごく重要ですほとんどの方が解けるんですけれども実際間違ってしまう方がいるのはそれは問題をちゃんと読んでいないからなんですねだからきっちり問題文を読むということは習慣化していただければと思います今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした